あのサンドベージュにホワイトのルーフ。日産は新たな車中泊を提案するモデル。キャラバンマイルームを2024年夏より販売開始する。それに先駆けて期間限定の特別使用車、キャラバンマイルームローンチエディションがお披露目された。今年で生誕50周年を迎えるキャラバンは、 長い歴史を誇る日産のロングセラー商品。働く車として歩みを進め。近年ではアウトドア派が注目する遊び車としての評価も高い。荷室空間の広さが特徴のキャラバンは車中泊にうってつけ。DIY で自分好みの車中泊仕様にする人も少なくない。東京オートサロン2022で日産から。 初出展された車中泊コンセプトカー、キャラバンマイルームコンセプトが、大きな反響を呼んだのは、そうした背景によるもの。現車を実際に見た多くのギャラリーから、市販化の熱望があり、その声にいら頼た形だ。写真は、キャラバンマイルームローンチエディション。商用版のイメージをガラリと変えた2トーンの外観が印象的。 ルーフ部分はホワイト、下部はサンドベージュ。2色の塗り分け方や、自然と調和するアースカラーの採用には、最近の車両トレンドが反映される。このサンドベージュ、実は日産からかつて販売されたラシーンのボディカラーである。ちなみにラシーンとは当時のサニーの 4WD 用シャシーがベースのコンパクト SUV。 1994年から6年間だけ製造された車両だ。キュートな見た目なので最近は、女子のソロキャンやユルキャンに人気の車種だそうだが、今回のラシーン純正色復活との因果関係は不明だ。純正ボディカラーに組み合わせるグリル周りやスチールホイールなどは、マットブラックで統一、引き締め効果を発揮。 確実にアウトドア映えするアピアランスと言える。ベッドは2タイプから洗濯跳ね上げ式とは、コロナ禍で生活様式が変わり、休日キャンプや、日常版ライフを実践する人が増えたことは周知の通り。そんな中、車中泊は世間の注目を集めるようになったキーワードである。車中泊とは、 自分の車の車内で寝泊まりすること。時間に縛られることなく、自由で手軽。寝床が車内となれば荷物は最小限で済むし、何よりも旅の選択肢が広がるのがメリットだ。そうした車中泊の新しい形を提案するキャラバンマイルームは、自分のお気に入りの部屋にタイヤがついて移動できるようなイメージ。 自分の部屋であれば、その使い方は自由自在。様々な憩いのスタイルが具現化できるように創意工夫が盛り込まれた。ターゲットは子育てが一段楽したポストファミリー層ということだが、子育て真っ最中のファミリーや若者カップルにも響きそうな魅力が備わる。気になるベッドは折りたたみ式と跳ね上げ式の2タイプを用意。 跳ね上げベッドは手を離してもしなやかに倒れ。手を挟むことなくワンアクションで手軽に展開できる。また、セットしたテーブルを挟んで座ればワークスペースに。リモートワークの際は在宅ならぬ在社勤務が可能だ。一方の折りたたみベッドは2分割になっており。自分好みに自由にアレンジできる。 表すりで異なるクッション 2-in-1 ンンシート。飾らない居心地の良さをモットーにした車内デザインは、モダンなリビングルームのようなおしゃれで明るい印象だ。ナチュラルウッド帳を基調とし、ヘリンボーン聖地のシートやマットを組み合わせ、シンプルモダンな雰囲気を演出。日中は木目調ブラインドでスタイリッシュに光の調整ができ、 夜は電球色の温かみのある照明でリラックス効果も壁面一体化の造作棚は収納力もあり蓋付きなので走行中の振動で物が散乱する心配無用直線的なフォルムを多用することで清潔な部屋感を作り上げているセカンドシートは走行時や駐車時に応じてアレンジできる 二 n 1 2インワンタイプを採用。安全姿勢を保つ要設計された走行モードでのシートは、程よい硬さを持たせ、座り心地を追求。一方、駐車時に反転させて使用するシートは、柔らかなソファのような快適さがこだわりだ。このようなシート表裏でクッションの、硬さが異なる二 n 1構造は、 業界初となる試み。反転させたソファモードのセカンドシートに付属のテーブルをレイアウトすれば、自宅リビングさながらのくつろぎシーンを演出。リアゲートを開ければ自然の景色を相いでながら、カフェタイム、なんとも自宅以上の贅沢時間が堪能できそうだ。もう一つのアレンジ折りたたみ使い方。折りたたみベッドタイプでは、 マットを折り重ねセパレートに設置すればベンチシートに早変わり。付属のテーブルを中央にセットし、ダイニングテーブルのような使い方もできる。迎え合わせで食事もできるし、左右でワークスペースをシェアすることも可能だ。就寝のみならず、食事や仕事、趣味などが楽しめるマイルーム。自宅部屋のような使い方ができて、 非日,日常が味わえるのがこの車両の醍醐味と言える。デザイン本部の開発担当者の方に話を聞くと、肩肘張らないシンプルモダンにこだわってきましたが、出来上がってみるとどこかはのテイストを感じるんですよ。ヘリンボーンが畳のようにも見えたりして、なるほど、ガチなキャンパーではなく、欧米風なハイカラでもなく、 おしゃれで落ち着きのある和モダンテイストといったところだろうか。くつろぎと癒しは我々日本人の暮らしに欠かせない文化である。この車両で出かければほっこりした時間が過ごせそうだ。各有筆者も車中白派である。大型の愛犬がいるので特に気になるのは暑さ対策。この発表会で車両に積載されていたのは 日産リーフで使用済みの駆動用バッテリーを再利用し、車載対応に開発された。ポータブルバッテリーフロムリーフディーラーオプション設定。こうしたポータブルバッテリーで給電すれば、装備される換気ファンを利用できるほか、室外機一体型のポータブルエアコンやクーラーも活用できる。また車内に複数設置されるコンセントも使用可能だ。 価格、受注期間。折りたたみベッド 2WD、ガソリン小括弧、終わりコロン595万8700円。折りたたみベッド 2WD、ディーゼル小括弧、終わりコロン662万6400円。折りたたみベッド 4WD、ディーゼル小括弧、終わりコロン696万4100円。 跳ね上げ式ベッド 2WD、ガソリン小括弧、終わりコロン613万4700円。跳ね上げ式ベッド 2WD、ディーゼル小括弧、終わりコロン680万2400円。跳ね上げ式ベッド 4WD ディーゼル、小括弧、終わりコロン714万100円。 全国の日産ディーラーでの販売となるので点検整備が気軽にでき。メーカー保証も付帯され、ディーラーで車検も受けられるので安心だ。また生産環境が整っているため、仮想ビルダーよりもスピード納車が期待できる。2トーンカラーが23年12月末。モノトーンカラーが2024年1月末まで注文を受け付けている。